今日オーバーヘッド狙ってたのでそれで点取れてよかったと思います。次節は YSCC の J3 との戦いなのでまた今日みたいにチーム一丸となって戦って絶対勝利したいと思います。ありがとうございました。小口から、いいクロスが来たんで、まあ、振り遅れたらいいところに行って決まってよかったです。次、まあ、J3 の YS さんですけど、まあ、立場とか関係ないので、きっちりチームで立てるようにやっていきます。まあ、90分間あんまりいいパフォーマンスできなかったんで PK でしっかり取り返そうというふうに、はい、強く望んで結果、たくさんのチームを勝利に導けてです。相手 J3 のチームできっと高いレベルでやってくると思うんですけど、粘り強く、僕たちらしく戦って、決勝に進めたいなと思います。次は YSCC ですが、次も勝って将来に帰りましょう。5、4、3、2、1